ばんは。こんばんは。お久しぶりです。始まりました姫 TV ですけども、はい、第5回目、ね、もう5回目なんですよね。はい、はい、始まりましたけれども、はい、はい、私上田由紀です。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあお願いします。はい、甲斐雄一です。よろしくします。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日はどんなテーマでお話ししましょうか。今日はあれでしょ、まずもう冬になるでしょ。はい、寒くなったって話ですね。ああ、寒くなってくる。クリスマス、クリスマスとか、はい、何して過ごすんですか、甲斐さん。僕はね、あんまりね、そういうイベント盛り上がらないタイプなんで、普通ですよね。プレゼントとかは。あ、クリスマスプレゼント、はい、あれお金がある人だけでしょ。やるのは。あげないんですか。去年とかはあげてないんですか。あげたかな。あげてもそんな大したねことしてないですよ。あらららら。うん、でもなんかしたい気持ちあるんですけどね。いや、女性そういうの大事にするんで、ちょっとちゃんとした方がいいですよ、うん、僕でもね、その分ね、何もない日にちゃんとしてますから。あ、そうなんですか。はい、だからイベントだけ決めるタイプじゃないんですよね。毎日かっこいいでしょ。日々の積み重ねで、はい、どっちがかっこいいですか。イベントだけバシッとする人と、毎日結構ちゃんと気を使う人。どっちがかっこいい。日々がほどほどで、はい、イベントバーンって大事にしてくれる。それ一番いいですね。結構欲張りなんですか。そうですね。はい、じゃあ次行きましょうか。そうですね、次のテーマ行きましょう。早いな。あ、そう、上田さんはどうするんですか、クリスマスは。クリスマスですか、はい、友達とちょっとコスプレして遊びます。パーティーします。毎年やってる、そういうの。去年はなんか帽子とか買ったぐらいだったんですけど、今年はちょっとがっつりコスプレして。今日もコスプレやってしますよね。これ何ですか、これ。これサザエさんかな。カッポギ。カッポギ。コスプレではないんですか、これは。カッポギです。でも多分見てる人、これ前回を知ってる人はね、うん、全然違うなって思うんですよね。これね、これどこで手に入れたんですか。はい、預かり物です。ああ、預かり物。これプーさん何してるんですか、今。このプーさんは、プーさんちょっとフォーク持ってますよね。そうですね。そう。はあ、何を食べようと思います、プーさんは。何でしょうね。何ですかね。何が何ですかね。プーさんじゃあ蜂蜜でしょ。はい、蜂蜜。ホットケーキとかですかね。あ、ホットケーキをフォーク食べるもんね。そうやん。何の話なんですか。全然分からん。はい、だね、はい、上田さんがなんと東南アジアに行かれてたという。はい、そうなんですよ。11月の11日ぐらいから、ああ結構もうついこの間までちょっとフィリピンと違った、マレーシアと。ああマレーシアとベトナムに行ってきたんですけど。何しに行ったんですか。はい、なんか福岡県から30人、うん、グローバルウィングっていう団体で、うん、その海外、今こう盛り上がってきている国の、うん、その企業とか、いろいろ団体を見て勉強しようっていう。あ、それでフィリピンでみんな土地買いようんですかね、今。あ、マレーシアなんですけどね、行ったのは。あ、そっか、はい、マレーシアとベトナムで。これからっていうところですね。そうですね、なんかこう日本の企業をこう海外に誘致しようとしてる企業さんとか、あとは IT 関連企業とか。フィリピンですか。はい、マレーシアだとパームオイルの工場とか、はい、そういうところに行ってみました。じゃあちょっと写真が、あ、写真持ってきてるので、はい、ちょっとじゃあ見てみましょう。はい、あ、これは、はい、マレーシアの伝統的なやつで、バティックっていうんですけど、はい、布を染める方法ですね。これちょっと今自分で布に色を入れてるんですか。はい、入れてるんですよ。上手ですね。本当ですか。絵から自分で描いたんですか。下書きがちょっと下書きはあります。色付けが私、色付けは自分でやるんですね。はい、へー、はい、じゃあ次。はい、あ、これ完成したやつ、ちょっと手伝ってくれたマレーシアのイケメンなお兄さんなんですけど。へー、はい、青と緑の。はい、青と緑。これすごいなんかグラデーションがすごくて、ちょっと遠いんでちょっと分かんないかもしれないんですけど、じゃあちょっと次。あ、こんな感じで綺麗じゃないですか、なかなか。ほう、頑張りました。ほう、
背景はちょっと半分ぐらいお兄さんにやってもらったんですけど、どんぐらい時間かかるんですか、これ、ここまで。どのぐらいですかね、なんかこっからまだ、はい、そのこう色をこう足していく、はい、足していってこうなんだろう、濡らしてそういう技法があるらしくて、それをお店の人にやってもらうんで、それも入れたら相当時間かかるんですけど、ああ、この描くのはまあ1時間ぐらいですかね。はい、そうです、バティックっていう布です。これまた日本にこう持って帰ったんですね、はい、今持って帰ってます、この技術をね。はい、はい、じゃあ次、あ、これはちょっと雨が降っただけでちょっと洪水しそうになったんでちょっと撮ってみましたけど、これ川なんですか。川なんですけど、もうすごい増水してて、でもなんかここから3時間後ぐらいにまた同じ場所通ったんですけど、はい、もう全然水なくて、ああ、もうすごいその差にびっくりしました。もうすぐなんか洪水になっちゃうみたいで、ちょっとこう、あ、水はけがあんまりないんだ、悪いですね、ちょっとびっくりしました。これ気をつけないといけないですね。はい、はい、次、あ、これ、はい、奥に見えるのが王宮なんですよ、はい、王様が住んでるんですよ。この一番手前にあるのは門なんですけど、本物？本物です、本物です。奥にあるの王宮で、本当に王様が住んでるんですよ。で、あのこう赤い旗が上がってて、旗がある時は王様がいるよってことって、この日いたんですけど、いた、はい、まあ、中にはちょっと入れなかったんですけど、門番とか、中には入れないんだ。入れないんですけど、門までは行けて、でこう銃を持った門番さんとか、はい、いろいろ、へぇー、うわーと思って、ちょっと調子に乗った感じで撮ってみましたけど。あ、じゃあ次お願いします。あ、でこれはちょっと、何の会社だったかな。あ、これ IT 関連企業の会社で説明受けて、その後、意見交換会で私ちょっと喋ってるところを撮ってもらったところです。あ、上田さんなんか喋れる？いや、英語はそんな得意じゃないですけど、この時は通訳さんがいたんですよね。へえ、はい、なので私が疑問に思ったことを質問したら通訳さんが、へえ、っていう感じで、はい、意見交換会参加してきました。ちゃんとなんか目的持って行ったんですね、はい、そうなんですよ。観光じゃないってことが分かりますね、はい、これでね。はい、次お願いします、はい、あ、これは、はい、向こうの学生との交流会の時の写真です。ほう、はい、これもうすごい歓迎してくれて、その学生との意見交換とか、その就活についてとかの討論をしたりとか。上田さんはでも左で座ってるじゃないですか。いや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 、真ん中です。あ、真ん中ですか。真ん中の写真は私です。はい、はい、はい、次お願いします、はい、あ、これはその民族的な文化紹介みたいな感じで、はい、これはベトナムの文化ですね。踊りとかを見せてもらいました、上さん、あれ上で写真撮ってる人？いや、違います、違います。あ、違うんですか。はい、私から写ってないです、ね、はい、じゃあ次お願いします。いいね、なんか。あ、これ、はい、民族の帽子をちょっと被らせてもらって写真撮ってみました。どうやったんですか、重い？これいや、全然軽いです。もう薄っぺらいというか、もうすごく軽くて、はい、縁起が良さそうですね。ちょっとこう、ちょっと金のが出てきて、そうですね。はい、次お願いします。あ、これ全部バイクですよ。すごい。これ上田さんを探せっていうコーナーです。見つからないですよ。見つかりました？いや、いないんですけど。ほう、バイク、これすごくないです？車はほとんどなくて。は、ない？ま、あるんですけども、ほんとちょこちょこ。へえ、めちゃめちゃバイクいますね、はい、そう、バイクが1台、一番安いの7万円。7万円、はい、新品、新品で、新車で、はい、高いのはまあ高いんですけど、一番安いのだと7万円で、で、50cc 以下のバイクは免許いらないんですよ。へえ、はい、いいじゃないですか。そうです。で、大型バイクとかだと普通に4人乗りとか、うん、バイクで4人乗りとか、4ケツ、日本じゃヤンキーだけでしょ、そんなの。そうですよ。でも、お父さん、子供、子供、お母さんみたいな、バイクに、あ、もうそんな感じ、すごいびっくりして、まあ、4人乗りは珍しかったですけど、3人乗りとかは普通に、ね、はい、結構いました。みんなやってるからやってるんでしょうね。あ、そうですね、結構ノーヘルとかもありましたけど。はいはいはい、はい、じゃあ次、はい、次行きましょう。あ、これ、お、これはちょっと大根とか抜いてるとこなんですけど、はい、これこう農業体験ではないんですけど、はい、こう自分たちでその畑に植えてある野菜を取って、はい、ベトナムの伝統的料理を作ろうっていう文化体験なんですけど、はい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 、これちょっと大根抜いてるところで、大根これ、はい、じゃあちょっと次、はい、でこれシェフがもういろいろ一から
作り方を。ジェフスタンバイしてるんですね。はい、この時は生春巻きとベトナムのサラダを作ったんですけど、もうサラダとかがやっぱりこう香草、なんかすごい匂いが強い草が多くてなかなか食べれなかったんですけど、はい、生春巻きは美味しかったですね。あ、次お願いします。あ、これはですね、孤児院に行ったんですけど、それが障害者の方ばかりの孤児院 で、でこうベトナムはやっぱりこう枯葉剤の影響が結構あって、もうだいぶ前のことなんですけど、今でもそのやっぱお母さんとかがこう枯葉剤の影響で子供がそういった障害を持った子だったりとか、そういう子が結構生まれてて、そういう孤児院に行ってきたんですけど、その隣の子はダウン症で、あ、次の写真お願いします。これももう全員なんかすごく人数多いんですけど、やっぱりお金、ベトナムの方お金がない方がいらっしゃって、そういう方がもう病院とかにそのまま置き去りにして、そこお母さんがいなくなったりとか、そんなの普通にあるって。はい、そうですね。だからもうすごいたくさんいるんですけど、はい、次お願いします。これもですね、全部そういう感じで、なんか一瞬でこう打ち解けてるような感じですよね。そうなんです、もうすごく可愛くて、もうすぐわーって走ってきてくれて、可愛かったです。まあ、ちょっとこの子たちはまあ結構軽い方なんですけど、ね、そうなんですよ。ちょっと重い子はもう相当全く動けなかったりとか、寿命が10歳までとかいう方も結構多くて、はい、そんな感じでした。はい、あ、これはホーチミンさんのお墓です。お墓ですこれ。はい、もう終わりですかね。上のお墓、はい、ホーチミンさんのお墓。あ、これベトナムのプリクラ機。はあ、プリクラこれです。プリクラこれ、はい、ちょっともう写真の方がいいやろうと思ってちょっと面白くて撮りました。すごい。すごいですよね。ちょっと前の感じだね。ちょっとじゃないですよね。相当前の感じかな。私が小学校2年生の時にこんなんじゃなかったかなっていう。はい、もうでも時間の問題ですよね。今みたいな、今目が大きくなってするんでしょ。あ、そうですね。なんか選べます。でも日本だけらしいですけどね、こうプリクラ文化っていうのは。あ、そうなの。はい、結構栄えてる国でも、ベトナムも結構盛り上がってたんですけど、栄えてたんですけど、ベトナムにもやっぱギャルがおった。ギャル、いや女子高生みたいな。いや全然です、全然。ギャルとかも日本だけじゃないですか。そうなんですか。見たことないです。はい、終わりかな。あ、これ最後ですね。これは市場です。いいね、こういうのは。はい、そうです、そうです。これで、ま、雰囲気ありますね。はい、私のベトナムとマレーシアのスライドは終わりなんですけど、はい、はい、どうでした。なんかちょっと気になる写真とかありました。ありました、ありました。全部全部雑だな。いや、カイさんあんまり興味ないでしょ。ありますよ。だけど僕飛行機乗れないでしょ。あ、そう。だから羨ましいなっていう気持ちがやっぱ大きいですよね。行きたいけど行けないっていう。そっかそっか。でもやっぱあれよね、こう環境が変わるだけでも全然刺激になるでしょ。聞いてますか、上田さん。ちゃんと聞いてます。刺激的な街だったでしょ。いや、そうですね。私これで4カ国目なんですけど、行ったことあるのが。最初は？最初はオーストラリア。オーストラリア。で次が韓国。へえ。でマレーシア、ベトナム。はい。すごい、やっぱり海外いいですね。いいですか、やっぱ。はい、私結構好きです。ああ。はい。じゃあハワイで挙式とかがいいんじゃないですか。将来は。そうですね。じゃあ次行きましょうか。はい。あ。じゃあちょっと CM 開けましたけど、はい、今日もなんとスペシャルゲストが来てくれてるみたいなんですけど、はい、ちょっと誰だか想像つきますか。もうでこの番組だったらあの方しかいないでしょ。そうですよね。じゃあちょっと今回もお呼びします。はい、はい、姫野さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、姫野さんはちょっと毎度おなじみなんですけど、はい、恋愛評論家で、はいはい、コスプレマニア、またイラストレーター、映画評論家をされています。いろいろあるんですね、はい、すごいですね、もうちょっと毎度おなじみ で、ね、はい、今日はどんな話をしてくれますか、うん、今日はまず、はいはい、うちの映画館で、あ、おそうですよね、映画館で働かれてるんですね、はい、今高倉健特集おうん、ていて、今週野生の照明、野生の照明、はい、23日までやっててですね、はい、来週が駅ステーションっていうのを30日まで、はい、週替わりで、そうですね、毎週3本続けて毎週ちょっと違うのやるんですけど、12月1日から7日までは海峡という映画を、これ800円で見れるので、なるほど、ぜひ、あの800円ですか、はい、昔の名作なんですけど、あの今年81になってるですね、うん、高倉健さんのちょっと若かりし頃の名作をぜひ見ていただきたいと思ってます。はい、まあ、福岡出身の方なんで、うんうんうん、そうですね、はい、ちょっと応援していきこの前もテレビでやってましたけど、ね、そうですね、あの密着されてましたもんね、高村健さんに密着取材されてましたすごいお茶目な一面もあるっていうことで、あ、はい、あとは、うん、1月にですね、うちの映画館ワナマイカルだけでやってるんですけど、はい、1月の5日6日あと12日の3日間限定で明治座で、あのやってるお芝居、大地真央さんのお芝居なんですけど、これをあのやるので今前売り券を売っております、はい、で、300円お得になるので、ぜひよかったら前売り券を、はい、あのこれ原作が石森章太郎さん、漫画家の方の原作で、はい、あのすごくあの人気者の花魁がですね、実は忍者だったっていう、面白そう、面白いと思うので、ぜひ、はい、はい、前売り券300円お得なので、はい、皆さんよろしくお願いします。はい、以上ですか。そうですね、あと個人的にレミゼラブルが見たいなって思ってるぐらい今やってるんですか。まだです、12月21日からちょっとミュージカルなので、嫌いな人はあれなんですけど、好きな人はぜひ、キャストが豪華なので、ヒュージャックマンとかですね、あのいろいろ出てるので、映画館に行ったら姫野さんにも会えるってことですよね。そうですね、あのどっかにいます映画館で働かれてる方って、あびっくりした、知らんやったかと。一回見るんですか。え、こう公開前に、みんなで見てみようとかあるんですか。テスト上映、テスト上映あるでしょ、いいな、いいな、あの、あ、早朝から起きて見に行ったりとか。じゃ相当見てるでしょ、今まで。あんまり行ってない、早起きしないと見れない。あ、そうなんですね。あ、でも見てます、いろいろ、あの公開してからもバンバン見てるんで。あ、全然いけるんだ。はい、映写室ってあれ人いるんですか。人います。今、あのデジタルになってからちょっと減ったんですけど、ちゃんと人がいて、人いる、うん、なんかあのトラブルに対応したり、実際パッと止まってるやつとかあるんですか。あれあないでしょ。あるあります。なんかあの、そう、あの画像の読み込みが遅い動画見てるみたいな感じになって止まっちゃうこととかがあって。え、映画館でですか。ありますね。すごい、そんな遭遇したことない。でもすごい、そういう時は総出で復旧に臨む。逆にそういうのが見てみたいか。はい、うん、すごい、たまに。まあ、でももうワーナーさんはそんなことはね、ないですね。ほんとないですよね。見たことないですね。ないでしょうね。もう僕ないですもん、ここで見て一回も。ないですね。うん、フィルムが。もう逆にもう早く終わってしまいすぎたことありましたけどね。なんで楽しすぎて。もうやればいいのにみたいな。そうですね。もう CM から面白かったですもん、前半の15分間。そうですね、あの。これも面白いですね。あ、わかります。あれですね。あの盗撮、あのパントマイムみたいなやつですか。変わったやつですよね、なんか前昔から変わって面白くないですか。予約のやつでロケットで飛んでくるやつあるでしょ。あ、今やってないです。やってないですか。今やってない。イーゼキリザーブ、今は飛んでないです。予約しても飛んでこれないので実際できませんみたいな注意書きが出るんです。あ、実際に飛びませんって書いてますよね。あれ面白いですね、あれで笑ってましたよ、僕。ユーモアです。はい、うちの江戸さん本当に笑ってるんですか。いや、面白いですよね、あれ。私好きですよ。本当に飛びませんって書いてるの笑ったんですか、本当に。うん、ちょっと笑ってほしい。あ、この前悪の経典を見ました。あ、大島優子さんがそれこそさ、怖がって
そんな泣くほど怖くないです。あ、そうなんですか。怖い怖い。上田さんがですね、大島優子さん似てるっていう噂があるんですよ。あ、もういいです、そのくらいいいですよ。似てますね。似てるでしょ、うん、上田さん似てるってやっぱり。本当ですか、はい、ありがとうございます。会いたかったでしょ。うん、見たかったイエスって言うんですか。ポニーテールじゃないじゃないですか今日。ポニーテールじゃないですね、うん、今日は、ね、じゃあちょっと次回ポニーテールで。次回ポニーテールで、はい、ちょっと楽しみです。シュシュでお願いしますよ。はい、わかりました、はい、会いたかったでしょ。でも姫野さんに姫野さんに会いたかったでしょ。いや、このくだり飛ばしてもらっていいですか。まあ、姫野さんもちょっと似てますね。え、誰にですか。メンバーに、AKB の。いや、言われたことないですね。秋元康です。秋元ですか。秋元さんちょっと似てますね。秋元康はよく言われます。3日に1回ぐらい秋元康に似てるって。それあんまり嬉しくないですね。あんまり、いや嬉しいですよ。嬉しいですか、うん、才能が嬉しいですよね、うん、あれだけの才能とお金ね。そうですね、羨ましい本当に、うん、若いお嫁さんとね。あと、そうですね、次 AKB と結婚するんですかね。あ、別れてるんですかね。別れてないですか。別れてないんだ。大丈夫だと思います。つんくさんの、ね、奥さんとか井出光さんっていう人のね。あ、ごめんなさい、知らないです。福岡のローカル番組出てましたもんね、一時ね。へー、とことんサンデーじゃあったんですよ昔。あ、知らないです。知らないですか。あ、まだ広島にいたんですかね。あ、そうかもしれないです。見たことないです。あ、ないですか。どことんサンデーじゃあ言ったんですよ。花丸大吉さんが司会してたんですよ。あ、それに出てましたよ。へ、奥さん。へ、行きましょうか。はい、はい、では、はい、ちょっと毎度おなじみの姫野さんのちょっとじゃあ恋愛相談の方に参りたいと思います。はい、はいはい、今日もちょっとお便りが来てるみたいなので。来てますか。読ませてもらいます。はい、はい、じゃあまず一つ目、はい、ゆきちゃん、かいさん、姫野様、いつも楽しく見ています。ふくら南在住の38歳の主婦の方です。はい、はい、特に姫野様の歯切れ良い恋愛相談には深く感銘を受けています。うん、実は私結婚して18年になるのですが、夫婦生活の営みはほぼ毎日で、近所からもほぼ毎夫婦などと微笑ましく呼ばれています。しかし、こういう人は。なんで周りの人知ってるのかって話ですけどね。網戸なんでしょ。外でやってる。そうかもしれないですね。はい、しかしながら、はい、まだ続きがあります。はい、はい、しかしながら、子宝には未だ恵まれません。なんでも、姫 TV スタッフの津田さんは、御年48歳で男の子を授かったとのこと。そんなふにゃふにゃ、ふにゃふにゃまるまるまるでも妊娠できるのなら、私の連れ合い、かっこ旦那はまだまだ鋼鉄のガンメタル、孫悟空の如意棒です。姫野様、ね、毎日営む我々夫婦に子宝が授かるような方法やおまじない、魔法があればご伝授ください。よろしくお願いいたします。最後の質問はどうでもいいんですよ今。もうそこ読ませたいだけなんですよ。うん、ここですよ、ここ。如意棒です、如意棒。私はちょっと薄々感づいてます。如意棒だけですね、大丈夫はね。今のは、はい、どうですか、姫野さん。でもなんかアドバイスとかあります。子宝に恵まれると毎日営めなくなりますよね。あ、じゃああえてちょっと神様もちょっとこう、うん、子供できちゃうと、こいつらは、うん、いない方がいいかなっていう、うん、ほぼ毎夫婦と呼ばれ続けてほしい感じです。そうですね、いないならいないなりに楽しんでくださいってことです。まあ、どうしても欲しいときは、あの朝倉郡に五玉神社っていうのがあるので、おそこに行くと子宝に恵まれるし。おお、それいい情報ですね。そこにぜひ2人で行って青かんでもして帰ってきてほしい。やっぱりお祈りしたら特殊な力を授かるっていう、そういうのあるんですかね。あるかもしれない。かもしれない。まあ、ないかもしれない。まあ、信じるなら行けってことですね。なるほどね。はい、まあいいですね、仲のいいご夫婦ですからね。でもね、何ヶ月もできなくなったら嫌じゃないですかね。まあそういう時どうしたらいいですか。旦那さんどうしたらいいですか。どうしたらいいですか。そういう時は、あそう、できなくなったらどうしたらいいですか。隣の奥さんとかに、あ、ダメですどうしたらいいですかね。まあ、あの体には穴が何個もあるので、差し替えの穴に入れてもらえれば大丈夫です。なるほどね。はい、上田さん今のメモしますか、ちゃんと。大丈夫、頭の中にちゃんと入れてます。頭の中に入れますか。はい、分かりました。
え、じゃあ次の質問に行って大丈夫ですか、ね、はい、今の大丈夫ですか、うん、解決しましたか、うん、大丈夫ですね、多分大丈夫ですね、はい、じゃあ2つ目の質問に行きたいと思います。はい、はい、お、ウクライナからの留学生20歳、あ、同級生です、うん、男の子です。はい、はじめまして、私は留学で日本に参りました。日本は人も優しく食べ物も美味しいです。そして何よりもアニメが素晴らしい。実は私、アニメのヒロインワカメちゃん、過去サザエさんのに恋をしました。ワカメちゃんの見せパンにはドキドキしています。もう昼も夜もワカメちゃんのワカメちゃんを想像してます。生えてないでしょ。私の如意棒は阿蘇山大噴火直前です。このままでは日本文化を学びに来た私はサザエさん一つで終わってしまいそうです。ウクライナへも大手を振って帰れません。私の二次元症候群を治す手立てをお願いしますとのことでした。はい、どうですか。治す必要はない。治す必要ないですか。もうこのままサザエさんのなんか専門家みたいな感じで日本で活躍していただければいいんじゃないかと思います。もうウクライナには戻らず戻らなくていい。一緒ワカメちゃんで大噴火しててほしい。なんかそういうジャンルを確立してほしい。あのワカメ萌えみたいな。そんな専門誌とかもちょっと作ってほしい感じです。新しい分野で研究し尽くしてほしいです。なるほど、うん、じゃあもう変わる必要ないよってことですね。もうどんどん極めてくれればいいと。毎日ワカメで大噴火はいしていただきたいです。ワカメちゃんが大事なんですよね今の。そうですね、ワカメじゃなくてもいいでしょ。だっていやもう一生ワカメちゃんで突き通してほしい。朝ごはんもワカメの味噌汁。ワカメ大事ですからね。そうですね、ワカメ推しですね。うーん何の話でしたっけ。これ恋愛相談ですか。うん、大丈夫ですか。専門外じゃないですか。大丈夫です。あ、大丈夫です。階層専門外じゃないです。そうです。何でも来いってことです。うん。面白いもん本当。で次何だったっけ。すいません。いやもうなんか。ちょっと今ので解決ってことで大丈夫ですか。うん、大丈夫でしょ。一生日本で、はい、そうですね、大噴火しててほしい。永住してください本当に。はい、はい、ではCM ですか。 CM、 あ、はい、じゃあ CM に行きたいと思います。お願いします。はい、雲一つない空から、青い空から、夏は確かに肌で感じる。見えすぎた嘘でも騙されようか。君と分かち合えるなら受け入れようか。はい、すいません。ちょっと何ですかこれ、差し入れですか。はい、安子内食品から。はい、安子内食品さんから。豆乳プリンと、はい、豆乳プリンと、あ、見えないですね。豆乳プリン大丈夫ですか。豆乳プリンが3種類とおぼろ豆腐、ちょっと今醤油かけましたけど、おぼろ豆腐です。はい、これをちょっと食べていいってことなんで食べましょう。はい、わーい。これどれがいいですか。豆乳プリン先に選んでいいですよ。だから、うん、じゃあ抹茶を抹茶をいただきます。おじゃあここがいいでしょ。バレました。ここがじゃあいきましょうか。わーい、ありがとうございます。これかけて食べるらしいですよ。本当にこれは、はい、これはこれ、はい、はい、先におぼろ豆腐から食べよう。あ、私豆腐大好きで。私も豆乳大好きです。あ、これおぼろ豆腐はこんな感じです。豆乳を摂取するとおっぱいが大きくなる。へえ、
今からでも大丈夫ですか？大丈夫です、はい、すぐいただきます。あ、美味しい。豆乳がいっぱい入ってる。これすごいとろけます、うん、豆腐っぽくないです。なんだろう、なんか豆腐の食感と違います。これすごい。あー、すみません、味は豆腐なんですけど食感が豆腐じゃない。いや、ないです。もうとろけます。味がするけど抹茶でおなんか、うん、いいマッチ、よくマッチしてる感じ、うんうん、うん、めっちゃ豆乳入ってる。これおっぱい大きくなりそう。なったんですか？もうちょっと大きくなったんですか？うん、今ちょっと なりました、食べた瞬間。うん、いや、美味しい。すみません、美味しすぎて、うん、食べるのに夢中になってました。日村さん、どうだったですか？あの抹茶味ですよ、今日。はい、うん、はい、豆乳プリン150円、白、うん、抹茶、ココア、 JA 北九州でお買い求めください。はい、お、通販とかもやってるんじゃないですか？あ、本当に。あ、そうなんですか。 JA でしか販売してないんですね。え、開口。美味しい、美味しい、うん、美味しい。豆乳で、あ、違う、豆腐でおっぱいボーンって書いてあります。日村さん、本当にさっき、うん、木からちょっと大きくなってないですか？ なりましたよね。横、ちょっとカメラちょっと横、ちょっと横向いてもらっていいですか？さっきより最悪。ちょっと大きくなってません？ほら、上田さん、上田さん、ちょっとチェックしてみてくださいよ元からボインなんで分かんないです、はい、すぐ聞きますね。プリンのおかげですね、これ。半端ない、いいですね。映画館でも販売とかどうですかね？あ、映画見終わったらちょっと大きくなってるね。え、ちょっとね、え、うん、いいですね販売したいですよ ね、 ね男性はこれ食べても何だか大きくなったりしないですかね？大丈夫ですか？多分お肌は綺麗になると思います。あ、そうですか、うん、大きくなったりはしないですでもあれですね、あの、はい、イソフラボンって女性ホルモンに似た働きをするので。じゃあ大丈夫ですかね？ハゲに効く。おお、それはいいまあでも、まあ、あの、かっこいい人いますよね、でもね、うん、うん、うん、あ、ハゲてる、はい、ブルース・ウィリスとかかっこいいですね。ブルース・ウィリスとかニコラス・ケイジとかね。あ、いいですね、うんうん、元冬木、はい、かっこいいですよね。かっこいいです。上田さんどうですか？ハゲですか？はい、ハゲはちょっとアウチングハウはちょっとアウチングって相当バカにしますね。ハゲはちょっとアウチングです。ハゲはちょっとアウチングでいや、まだちょっと二十歳なんで許してください。まだそこの魅力に気づけてない。すごくリズムがいいじゃないですか、今の評価みたいになってますよ、今。トゥルルトゥットゥルタララッタってじゃんドラムのフレーズが出来上がったとね、今ね。いいリズムだったんですよ。さすがですね、さすがバンドマン。イエーイ。いや、やったことないですけどでしょさすがロッカーですね。うーん、はい、あ、すげえロックなメダカ見せますから。はい、あ、じゃあメダカのコーナー、ちょっともう恒例なんですかね。じゃあメダカのコーナーに、はい、解散の。海良一のメダカ大好きのコーナーです。はい、はい、予期費早速出ましたね。上野さん、はい、僕ね、はい、またメダカ買ったんですよ。ああ、また増えたんですか？だるまメダカっていうの買ったんですよ。え、
オークションでね、はい、買うんですよね、最近。空輸で届くんですか？これ。お腹ちょっと膨れてるでしょ。かわいい。これね、楊貴妃だるま。楊貴妃の色が残っててお腹が大きいっていうタイプなんですよね。かわいい。いいでしょ。癒されますね。癒されるでしょ。そう、次行きましょう、こちら。はい。これ卵ですよね。あこれ卵ですね。そうですね。もうちょっと目があったりする方が好きですね、私。あ、これでもね、生まれてそんな経ってないんですよね。そうですよね、はい、もうちょいするとなんか出てきますよね、目が。うん、そうそうそう、あれの目が合うのが好きです。あまあ今のところね、まだはい。ヤゴ、あ、ヤゴ、ヤゴですね。ヤゴダメですよね。ヤゴはね、食べます、生まれたばっかりのメダカを食べてしまうんですよね。うん、だから気をつけないといけないですよ。なるほどね。川から取ってきた水草には絶対ついてますからね。あ、一回水で洗わないといけないですね。あ、気をつけないと。上田さんも気をつけてくださいね。はい、気をつけます。そうですね、はい、はい、育ったんですね。これはまあ脱皮し、抜け殻ですね。ヤゴも飼育してるんですね。ヤゴもそうですね。上田さんもあの今までたくさんから付き合われたと思いますけども、はい、メダカが好きな彼氏もいたでしょ。あ、2人ほど。2人ほどいた、うん、どうす。でもヤゴはちょっと、うん、いなかったですか。いなかった。うん、そう。あ、ハモですね、これ。ハモ。ハモ飼ってるんですか。いや、ハモ、まあこのヤゴの流れのハモなんですけど、ね、これも3回目なんですよね、ちょっと。そうですね。だからもうパンチ力が全くないですね。うん、ハモ。はい、ハモという。歯が結構すごいでしょ。すごいですね。今まで上田さんの彼氏、歯が鋭い彼氏はいなかったですか。鋭くて、もう本当もうね、何回も食べられちゃったから、もう痛くて痛くて。そうですか。あえ、本当気をつけないと。そうですね。カモですね、これ。あ、カモね、はい、カモですね。まあ、これもあのネタなので、次行きましょうか。はい、ネタなのでですね、サノ、サノですね。サノです、次行きましょう。これも3回目ですよ。3回目ですから、だんだんこうきますね。だんだんこうじわっとくるでしょ。じわっとくるでしょ。これ最後やったですね。まだあるんですかね。まだあります。ありますか。これはな、熱帯魚の王様と言われてるディスカスですね。ディスカス。ここから真面目になるぞっていう合図ですね。あ、ディスカス。はい、行きましょうか。これマグロ、あの王様ですよね。あ、王様です。はい。それぐらいですかね。で、楊貴妃の最後これということで。まあ、メダカは、ね、手がかからないから皆さん飼ってみませんかというコーナーですね。はい、はい、はい、ね、あ、ごめんなさい、はい、ちょっとなんか雲一つない空、で、上田さん、コマーシャルは、あ、コマーシャル後ろの、はいはいはい、上田さん、行きましょうかね。はい、はい、上からどちらから行きます。こちらから、はい、髪の毛で上田さん、そういうことになってますね。ちょっと全然違うでしょ、さっきまで。もうすぐもうちょっと、今日湿気がちょっと多いんです。湿気がね、はい、急に湿気が出てきたみたいな。あと、来るんです。あ、バンドやるならスマイル、スマイルさん、はい、ね、はい、ありがとうございます。じゃあ次行きましょう。ぐーっと行って、ちょっと下の方行きましょうかね。はい、リバップさん、リバップさん、リバップさん、はい、グーっていきまして、フラハさんですね。はい、いきます。はい、で、その横ですね、ずーっと右に行きまして、はい、中古パソコン市場さんですね。あ、赤ちゃんのとこですね。はい、いいですか。で、ちょっと斜め下に降りて、グーっていくと、ほら、はい、例の姫 TV、 はい、はい、お願いします。よろしくお願いします。で、その隣ですね、レンタル着物の、着物ハーツ小倉さんですね。はい、行きましょう。じゃあ、ずっとその下ですね、行きました。はい、 DD ワークス、はい、はい、お願いします。で、じゃあその右斜め下ですね、はい、ギャラリーカンさんですね。はい、石田オーナーですね。はい、はい、行きましょう。じゃあ次、右下ですね、ふーっと行きまして、はい、ヒットスタジオバブボックス、ね、はい、ね、最近1周年迎えました。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、行きましょう。ずーっと行きまして、下曽根にあります、バーコレクトさんですね。はい、占いもやってますね。小柳紀生さんですね。はい、何なんですか。やってるんです。はい、で、いつも出てくる角打ち上田、すごいですね。
もう新聞にも出てますからね。でずっと行きまして、はい、求人情報マガジンのマイカラーさんですですね。はい、はい、マイカラーさ ん, さんで最後に、あ、最後にっていうのか、お仕事探しは日総工さんです ね, ですね。よろしくお願いします。はい、たくさん増えましたよね、これ増えました ね, ね。結構最近ね、いろんな人が、あの、ぜひ載せてくださいということで結構、うん、はい、言ってます。盛り上げていきましょう。髪の毛が爆発してんな、うんうん、上田由紀です。あんまり大島優子さん似てないですね。やっぱりちゃんと見てみたら、あ、そうですか。さっきまで似てると思ってた。さっきも似てると思って。いやいや、そんなことない。いや、よく言われる。全然髪型違うでしょ、うん、大島優子さんって。湿気でね、あ、湿度が高いと、すぐこんなの。何パーセントですか、湿度。今日80%なんで。結構カラッとしてるはずなんです。湿度っていうか、水槽の中入ってる状態ですよ、これ。いや、本当ですね、本当に。シャンプー変えた方がいいです。はい、シャンプー変えた方がいいです。変えた方がいい。あ、シャンプー屋さんないですか、この中に。シャンプー売ってる方、お店ないですかね。シャンプー売ってるお店とかあるんですかね。ないか。あ、ありますよ、あら、リバップさん。リバップさん、ちょっと行ってみましょう、これ。家具雑貨。家具雑貨だ。雑貨です、ね。あるでしょ、シャンプー。あるかもしれない、ちょっと聞いてみましょうかね。はい。はい。あ、なんか準備できましたね。はい。あ、イベント。はい。はい、ですね。はい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 。と、で、そうですね、はい、イベント11月27日、スタジオの石田さんの還暦お祝いパーティーというのがありますね。還暦お祝いパーティー、こちらでやられるんですね、はいはい、あ、スタジオですね、はい、はいはい、9時からですね、はい、はい、で11月27日、うん、グッジョブ TV 主催、お、グッジョブカフェという、グッジョブ交流会ですね。はい、これは交流会、交流会、はい、同時開催と、はい、同時開催。上田さんも行くんですか。はいはい、あ、私行きます。あ、はい、北九大代表としてです、ね、楽しみです。はい、ぜひとも、はい、もうお願いします、はい、もう来てください。はい、はい、イベントが待ってはいはい、11月29日寺下、寺下龍馬の非公式日本史、はい、あ、やってますね。昭和史、昭和市、はい、はい、うん、そして12月24日のユーストリームスタジオ北九州主催で今夜街に花を、ほ、ゲストは弦楽団経営スタイルミュージック、ほ、フラワーデザイナー橋本拓司、写真家小川裕二さん、あ、すごい、ということで、はい、イベント決まってるんですよ。豪華顔ぶれですね、はい、ですね、ぜひ、はい、これ面白そうですね。この前ライブ見たんですけど、とってもいい、あ、はい、ライブでした。木村さんおすすめですね。おすすめですね、はい、ぜひ、はい、行きましょう、はい、はい、そして最後は、エンディングはね、ここで登場ですね、シンガーソングライターの陸王くんですね。いいですね、はい、今夜は2曲演奏していただけるということになっています。すごいすごい。さあ、今日はリコ君、何という曲をやっていただけますか。2曲ですね。ほいほいほい。じゃあ何やりましょうか。あ、じゃあインザシティという曲と、はい、2曲ですね、はい、インザシティという曲と、最近作った曲を、キットという曲をやりたいと思います。揺れる帽子を押さえつけて笑う風に見送られ走り抜ける頃に
帽子を追うより夢を追いかけてた。明日はどこへ行こう。思い出を置き去りに神への誓い持ちに変わる。背中にいくつも傷を負う。転がる時代を手に取って不敵な微笑み噛みついた。どこまでも駆けてゆく。安らかに眠れるその日まで口笛はどこへ行く。流れ流れて愛する荒野影に滲んでた。赤い大地に力強く咲いた。花に見送られ明日を探す僕ら。神への誓い持ちに変わる。背中にいくつも傷を負う。転がる時代を手に取って不敵な微笑み噛みついた。口笛はどこへ行く。安宿の娼婦のため息に気づいて僕は行く。流れ流れて愛する荒野影に滲んでた。すごい頭ですね。湿気が多い、ね、湿気が多い。あのサイババかなんかが来たんかもしれないからちょっと上田さんちょっと手から金とか出さないですね。ちょっとビビったんですけど。In the city 二人出会った頃からずっと分かり合ってた。若さゆえだと人は言うけど大事に大事に温め合った。 Always there'll be love。 ぶつかり合ってそっぽを向いて眠った夜も寂しくなるといけないからと
しびれた腕で朝を迎えた。灰色の風に包まれた寂しい街角で翼を抱いた天使が海を越えようとしてる。In the city、 これでもずっと一途に愛を信じてたのさ。振り向いた時涙は枯れた。どこか遠くへ、ゴミ流れ去った静寂の明けと傷ついていた翼を抱えて笑う天使。In the city、 これでもずっと一途に愛を信じてたのさ。若さゆえだと振り向いた時涙は枯れた。どこか遠くへ祈りを込めて弁を置いたよ。この街で一人静かに眠る。でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すごいですね。かっこいいですね。姫さんどうだったですか、リコ君の歌声は。もう聞き入ってしまいましたね。上田さんは。いやもう素敵好きなタイプ。もう大好き。もうもうちょっと早かったらね、よかったんですけどね。なるほどね。いやもう本当今日は楽しかった。なんか上田さんじゃないでしょ、うん、ええ上田さんじゃないでしょ。だ、な、何ですか。いやいやいや、さっきからちょっと我慢してたんですけどね、姫野さん。いやいや上田さんじゃないですよね。誰、えいや、あの、私、上田、あれえ違うと、あれあ、これ、あ